残ってんのが海軍のホテル。じゃあちょっと終わらせましょう。さあ、赤犬 VS イワンコフ。捨て身で追跡を阻むイワンコフ。ルフィに追いつくことができるか。イワンコフを90秒以内に倒せ。まあ赤犬だったらいけるでしょ、強いし。おどきおどきジンベエキーハー麦わらボーイに手出しはさせたブルーてん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 。さあやっていきましょう。はい。ほら、どけーどかんかい小僧めよいしょ。当たってない当たってない、当たってません。もうこれ使うわ。おごりじゃーしまいじゃー流星かな。まあ動き遅いから押せ押せ。あれなんかあれ消えたぞ流星火山。はい、ここででこれを早くオッケー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 。当たってない当たってません。いけ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 、大噴火。よしよしよいしょ。あ、出た出た出た。それは避ける、危ねえ。よいしょよいしょ。あ、痛い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 、ちょっとよいしょよいしょ。ほらよいしょ、燃えろ燃え尽きろ。危ない危ない。よいしょ。これ離れててもいいのかな。ちょっと離れてみてやってみる。よいしょ。あ、逃げられるんだこれ。逃げにも使えるわ。よいしょこれ強。当たらんやこの潜ってる間。よいしょこれいいね。よいしょ。オッケー。顔でか顔近いわ。おー岩様ー。あ、それだけさあ、こっち。はい。あれはい。お、赤犬 VS 白ひげ来た。エースが倒された今、白ひげがかつてないほど激高する。白ひげの猛攻に90秒耐えろ。耐える系多すぎだな。やっていきましょう。はい。赤犬さん、危ない。親父が怒ってる。みんなここから離れろ。うんどれ白ひげ。さあやっていきましょう。よいしょよいしょ。でも普通に倒せるんじゃないのこれ。白ひげ足遅いから移動が遅いんで、これで一掃するわ。いたなんか向こうはこちらずるくね。はい痛い。なんかこれ止められちゃうと当たんないの。あ、当たってるわ。でもよいしょよいしょ。助けて。はい、よいしょよいしょ。確かに赤犬でちょっと逃げるのは難しい。どっちも動きが遅いけどあ、痛い。オーケー、避けられた危ねえはい危ない、ちょっとやばいかも。ああ、やられてもうた。もう一回じゃあやっていきましょう。ちょっと動きが遅いんでね。あー、いて。はいこっち来んな。落ちてるけど当たってない。早く。これ落ちるまでが結構ね時間かかるた危ない。よいしょ、避けていく。早く。よいしょ、避けられないあ、痛い。助けて。さあ、はい、避けられない。はい。さあ、あと50秒。危ない。よいしょ。あ、最初からこれで距離取った方がいいか。よいしょ。これで危ない。よいしょ。逃げる。距離を取る。危なっ。さあ距離を、危ない、距離を取る。じゃあの危ない、とりあえずタイムリミット、危ない。さあ残り、危ない、いた。さあ残り10秒、下がれ下がれ、危ない危ない、めっちゃ攻撃してくるよいた。おお危ねえギリギリ、危ねえ。処刑台の上にいるのは誰だ。おあ出た、気づきやがった。貴様らが一体どうやってここに。てめえ久しいな、死に目に会えそうでよかったぜ。さあ来た、黒ひげ。お、黒ひげ海賊団ルートまだあんの、これ終わりだと思ったわ。あ、でも短い、短いですね。あとやってないのがルフィインペル団組と、あ、これあれか、白ひげじゃなくて黒ひげやったとかな、もしかして。なるほど、まあ、やっていきましょう。さあ、ジンベエ VS 赤犬。傷ついたルフィをかばい、命を懸けて駆け出すジンベエ。赤犬の迫撃を振り切れるのか。赤犬の猛攻に60秒耐えろ。もう耐える系多すぎだな。さあ、やっていきましょう。ジンベエ VS 赤犬ね。はい。おい、そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ。ジンベエ。黙れそりゃできん相談じゃ。さあ、水対火。あー、なんかダメージ食らってる。はい。どすこい。当たってる？当たったわ。どこに危ない危ない。よいしょ。痛い。さあ、それは前に。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。近づいて。よいしょ。どすこい、どすこい、どすこい。はいはい。それは近づく。よいしょ。オッケーオッケー。エンター。危ない危ない。あー、ちょっと待って、そっちに行きたわけじゃない。でもあと10何秒 ?15 秒か。流星火山。よいしょ。危ない危ない。HP やば。危ない危ない、早く、あと残り1秒。 OK、 終わった。 OK 危ねえ。わしはこの男を命に変えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。さあ、お繋がった。じゃあまあ、どうする、こっちやってっか、左側ね。お、クロコダイル VS 赤犬ってめっちゃ出るな。戦場の動向に苛立ちを覚え、火星に回るクロコダイル。赤犬を食い止めることができるか。赤犬の猛攻に60秒耐えろ。まあ、クロコダイルだったらな、いけそうじゃない？ん？クロコダイル？誰か受け取って、さっさと船に乗せちまえ。クロコダイル！さあ、やっていきましょう。はいはい。それは避ける。よいしょ。あー痛い。なんかクロコダイルのもなんかダメージっていうか HP が、はいはい。クロコダイルね、足速いんでね、ジンベエとかこれ連打でいけんじゃないの。近づいてきたらこれね、はい、近づいてくんだって、干からびれるぞお前はいはい、近づいてきたら当てていく。それは避ける。流星火山。避ける。危ない。これ当たる？当たったなんか自分から来てくれたわ、ありがてえの。よいしょ。はいはい。近づいてくるな、向こう行け、あっち行けあっち行け。これ A ボタン押せるだけでいいんじゃないの。危なっ、危ない危ないあっし、オッケー、いいね、クロコダイル使いやすいわ。守りテーマはしっかり守れ。おお、フルボイス急に。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。かっこいい、さすがやな。一度は敵だったとはいえかっこいい。さあ、インペルダウン組は最後かな、やっていきましょう。はい、最後バギーか。バギー vs 赤犬。逃走していたと思われたバギーが脱獄の同志ルフィを助ける。その尊き行動は海賊たちの涙を誘う。赤犬の猛攻に60秒耐えろ。さあ行きましょう。バギー vs 赤犬ね。ジョワー、なんか飛んできた。おお、ジンベエに麦わら。どういう経緯で血まみれで空を飛んで来やがったんだお前ら。いやー、マグマー。さあやっていきましょう。あ、ちょっとバラ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 ってHP が他の人たちに比べると少な。大噴火。はい、派手にいくぜ、ドーン。はい、よけてよいしょ。ちょっと待って、HP やばい。これはもう逃げた方がいいな。助けて。ここで吹っ飛ばす。よいしょ、OK。あ、なんかやばい、近づいてきた。吹っ飛ばすよったいが近づいてきよった。早くあ、痛い。もう一回やるか。もう HP ただでさえ低いのさ、さらに低くなったわ。削られすぎ。ロックしたいんだけど。あー、なんか危ねえ。よしよしよし。危ない危ない。危ない危ない。めっちゃ飛んでくる。よしよし。これで時間稼ぐか。流星火山時間稼ぎ。危ない。逃げろ、助けて。よしよしよし。あー、そう、突っ込んでいっちゃうんだよ。やばいやばい。HP もったいない。HP がもったいない。はいはい。危ない危ない。早く。よいしょ。危ね。さあ、残り10秒。これはチャンス、チャンス。早くロックして。 OKOK、 ロック。残り5秒。もう安全にいく。よし、OK。すまん、赤鼻の助かった。なんだか知らねえ、うるせえよ。助けてほしいのは俺だ、バカ野郎。誰が赤っ腹じゃ、これ。そこかよ。さあ、これでルフィ&インペルダウン脱出組は終わりましたね。終わったよね。やり残しはないね。オッケー。次はどこだっけ。さあ、残る、こちら、黒ひげだけですね、おそらく。やっていきましょう。今回で最終回にするんだ。さあ、来た。黒ひげ VS 白ひげ、イエイゲ対決。突如、天井に現れた黒ひげ海賊団4番隊隊長、サッチの無念を晴らすため、白ひげの怒りが牙を剥く。白ひげを倒せ。あ、倒す側ね。この文章的にはね、白ひげを操作するみたいな文章だけど、黒ひげを操作して、白ひげを倒すと。やっていきましょう。はい。お容赦ねえな。来た。ああ、ないのか。フルボイスではないのね。あるわけねえか。やっていきましょう。ああ、待って。危ない危ない。危ないです。アッパーやかましい。ああ、痛い。クローンズ。よいしょ。あ、痛いです。ああ、やばいかも。避ける。危ない。はい。リバレーション。当たったけど、あれがないよ、ドーンって。ドーンがありません。これでも当たんのかな。なんか、両方で飛んでくるよね。ああ。なんかないわ。あれがない、あれ演出はないの。ドーンっていうやつ。リバレーション、ドンカーンみたいな。ないっぽいわ。よいしょ。もう倒すか。起こすわ、もう。拳で語る。あ、やばいかも。それやばいんじゃない。いたなんか避けれたけど。クローズいた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 。クローズやってる場合じゃない。よいしょ、潰れちまえ。よいしょよいしょ、オッケー。てめえだけはぶすことは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。てめえ。4番隊隊長、サッチの無念、このバカの命を取って、俺がけじめをつける。おー、来た。ぜは望むところだ。さあ、白ひげ海賊団ルートのバトルポイントが進めるようになりました。あれか、残ってたやつ、どこだっけ？はい。これね？はい。さあ、あと残る2つかな？ああ、逆バージョンね。白ひげ VS 黒ひげ。しぶとく立ち上がる黒ひげを容赦なく攻め立てる白ひげ。決着をつける時を迎えた。黒ひげを倒せ。やっていきましょう。はい。まあ、秒でワンじゃないか。この怪物が、退こないのくせに黙って死にやがらねえ。さあ、なんか体力めっちゃ減ってるわ。痛い。よいしょ。待って。これで、ズドン。よし。はめて、ドン。危ない。よいしょ。ゴリ押し。よいしょ。危ない。間違えた、こっちじゃない。やりたいのはこっちじゃないんだけど、強い。さあ、決着つけるぞ。おら。あ、そう。あれ違う。間やっぱないのかな、あの演出は。ヘリをつけよう。よいしょ、ブラブラ。おら、白ひげだ。危ない。危ない。こっちに来させない。よいしょ。ちょっと待って。ダッシュ A 決めたい。なんかかわされた。危ない。いた。なんか食らったけど、食らってないわ。これ当たらん。必殺技どんだけ使うねん。危ない。いた。当たれ。よし。なんかドーン。からのはい。あ、これやばいんじゃない？やばい、危ない。もうゴリ押し、早く。よいしょ。危ねえ。オッケー。さあ。まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ。おめえじゃねえ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。ルフィが気絶してる。血縁を立てど、あいつらの炎が消えることはねえ。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけたとき、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。貴様。あ、言っちゃった。ゼア。許せ息子たち。とんでもねえバカを残しちまった。白ひげ。俺はここまでだ。ありがとう。絶対忘れねえからな。感謝している。お、笑った。ああ。だったまま。死んでやがる。立ったまま。かっこよすぎる。あ、泣いてる。マルコ。白ひげシス。かっこいい。かっこよすぎるよ、白ひげ。ありがとう。親父のことは忘れねえ。その姿、まさに怪物。その誇り高き後ろ姿にあるいはその海賊人生に頭はかっこよすぎるやろ。さっきドーンさあ来たじゃあこれで白ひげルート終わった。黒ひげ海賊団ルートのバトルポイントが進めるようになりました。はい、じゃあ白ひげ海賊団はこれで終わりですね。よし、最後やっていきましょう。こちらね、もう最後だよね、頼むよはい、これなんだっけ、黒ひげ vs 海兵。ああ、そんな難しくない。白ひげに黒い布をかけ不可解な行動をとる。黒ひげからは不敵な闇が。海兵を50人倒せ。これさ、もしかしてあれじゃない、グラグラと闇闇の二刀流のやつじゃない？違うのか、二刀流持ったってことだね。海軍、おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。晴れて再び敵となるわけだぜ。さあなんか増えた？あ、増えてますね。 LX ちょっと使ってみましょう。俺の力ってもんを見せておこう。はい、さあよいしょ。はい、おお来るゾーンかっこいい、かっこいいよ。ブロックホールで引き寄せてからのグラグラゾーンまあ一直線だからな、ちょっとその辺はちょっと射程範囲が狭いけど、でも当てやすいっちゃ当てやすいのかな。まあいいや、とりあえず片付けていきましょう。もう一回打てるブロックホールからのグラグラズドン。強すぎだろあ、終わったわ。もう闇闇とグラグラはもう卑怯だって。闇闇で引き寄せてグラグラで吹き飛ばすと最強やん。手に入れたぞ。これでもう俺に敵はいねえ。そうだな、そうだな、今んとこ。うん、多く世間に伝えときな。平和を愛するつまらねえ庶民ども、海兵世界征服。やばいのが生まれちまった。海賊たちよ、このマルコポカーンとしてる。そう、ここから先はイカれてんな。俺の時代だ、俺の時代だ。悪いやつだな。さあこれで、なんかまだあるんだけど。終わるこれ。でももう終わりだよね。赤髪海賊団ルート。まあ、どうするかな。やる？まあでも最後だからな。次の動画でめっちゃ短いっていうのはちょっと嫌なんで。ちょっとやりますか。でもこれだけだよね、多分。さあ、シャンクス来た。やっていきますか。多分これが最後。本当の最後だ、多分。最後で会ってくれ。シャンクス vs 赤犬。目的は果たされたはずの戦い。収まることのない狂気。その渦中、突然、戦場の動きが止まる。赤犬を倒せ。やっていきましょう。これは一体どこまであんの多分そろそろ最後だと思うんだけど。シャンクス出てきた。あ、来た。名言来るよ。海兵？もう、やめましょうよ。もうこれ以上戦うのをやめましょうよ。命がもったいない。来たー顔もう果たしてるのに。はいはい、コビーのね。はいはい、やめられる戦いに欲をかいて。名言きたー。もうやめましょうよ。助かる兵士を見捨てて、その上にまだ犠牲者を増やすなんて、今から倒れていく兵士はまるでバカじゃないですか。バカじゃないですか顔誰じゃい貴様。数秒無駄にした。ああ、これは怖いよ。正しくもない兵は海軍にはいる。ああ、やばい。ダメだ、死ぬ。さよならコビ、お前のことは忘れねえ。僕はおう、よく頑張った。言いたいことを。そうだな、よく言ってくれた。お、きたー、シャンクス。赤髪。ああ、もう見たよくやった、若い海兵。おお。お前が命をかけて生み出した勇気ある数秒は、よくも悪くか。きたー、赤髪海賊だ。世界の運命を大きく変えた。おお。お、麦わら帽子、そんなところに。この戦争を終わらせに来た。来たー、終わらせに来た。さあ、行っていきましょう。待って、急に始まるのこれ。似たような感じかな。まあ、とりあえずやっていきましょう。ドン。どこまで行くの。危ない危ない。はい、よいしょ。危ない。よいしょ。よいしょ。そこが好き。あ、ちょっと当たらあ、なんか当たったわ。やった。危ない危ない。よいしょ。あ、いた。お、なんかパワーアップした。さあ、これを当てていく。あ、なんかかわされた。お前かわすなんて。かわしすぎ。あ、やばいかもやばいかも。流星かいたはい、よいしょよいしょ。ちょっと見えない。ああ、痛い。惜しいな、もうちょいや。よいしょ。ええー、あとミリやん。当たるんかい。ぐるっと回って。た、うわ惜しいな。さあ、もうやることは決まってる。6分で、これを当てていく。よいしょ。まあ、一発残しといてもいいな。それはやらない。ここで2発目当てて覚醒させる。はいはい。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと削って流星火山止める。よしよしよし。危な。さあ、ロックオンして。あ、フェイントね。あ、なんか壁にぶつかっとるな。あまり離れず。なんか当たってないわ。またなんかめっちゃ受けられる。よいしょよいしょ。さあ、まあ、この辺で使ってもいいっちゃいいけど。よいしょよいしょよいしょ。オッケー。やってくる。大噴火。よし、オッケー。さあ、潜ってこいよ。よしよし。はい、よいしょ、よいしょ。そろそろ、パンパンでいける？必殺技。これ当ててくれ。オッケーオッケー。計算通り。赤髪。マルコ、これ以上応戦するな。おとなしく手を引け。そうだな、そのためにやってきたからな。もう大ごとになっちゃってるよチャンクスが出るくらい。おっ、あー、来たー赤髪海賊だ。あー、ゴビ泡吹いとる。で、こっちは気絶してるし厄介だな、赤髪海賊団は。四皇やからな。勝者の手当てを急げ。戦争は終わりだ。終わったー。終わりだー、やっとだ。大海賊時代開幕以来最大の戦い。マリンフォード朝鮮戦争はここに幕を閉じ、歴史に深く刻まれる。はい。それでどうなる？お、ここまでやるんだ。エースとね、白ひげのお墓ね。いや、感動するな。お、エンディング来た。よっしゃー、やっと終わった。まあ、3パート、まあ、4パートぐらいですかね。まあ、4パートかかりましたね。いやー、でもこれだけでもね、全然もう十分、満足できるガブリ。あ、そっか。今回はね、ガブリの出演はなかったんですけど、本編でね、出るということで。いやー、いいですね。アンリミテッドクルーズ、本編はね、やって、そこには出てこない、Wii 版では出てこないキャラクターがね、結構出てきましたね。イワンコフだったり、ジンベエだったり、ワンピースアンリミテッドクルーズスペシャルということで、いかがだったでしょうか？あと、ボアハンコックね、ハンコック様。あと、赤犬もそうかな？赤犬、マルコ、ジョズ。コピーは使えないよね。頂上戦争編がね、遊べるということで、ぜひね、やってみてください。結構ね、面白いんで。ミッションがね、いろいろあったり。何秒逃げろみたいなのとか、まあ、何秒以内に倒せとか、本編ではね、なかなかそういうのはないのでね、結構楽しかったですね。やっぱ白ひげの心の広さは感動しますね。せっかくエース助けたのにさ、退場するの早いよね。まあでもね、それにも意味があったということで。で、最後ね、シャンクスが出てきて、まあ戦争をね、終わらせに来たと。あのまま続いてたらどうなってたんだろうね。逆にそこも気になる。もしやめなかったらどうなった世界。パラレルワールドかなんかでないかな。世界が破滅してたかな。さあ、バンダイナムコゲームズ。さあ、これで全て終わりだよね。エンディングも見たし、ないよね、多分。多分これで終わりなはず。やり残しはないね。これもう一回遊べるってこと？何回でも、何回でも遊べるゾーンだ。いいですね。一回やって終了じゃなくて、何回でも遊べるっていうのは、いいですね。ここやりてえなって思った時にね、やり返せるみたいな。はい、それでは今回はね、ちょっと長くなってしまったと思うんですが、その辺はね、ご了承くださいということで、ご視聴ありがとうございました。ワンピース、アンリミテッドクルーズスペシャル、マリンフォード、頂上戦争最終回ということで、お疲れ様でした。そして、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント待ちしております。また次回お会いしましょう。さらば。